はい、こんにちは、アメです。今回はスパイファミリーの交換所の優先度順位の解説になります。全部で3体だけですね。ちょっと少ないなって感じちゃいますけども、この中で優先的に交換するんなら、まあこれが一番だよねとかを紹介していければいいかなと思います。まあ正直どのキャラクターも一応役割としては持っているのでっていうところで、まあボックスに足りないものを取ってあげるはいいんですけども、まあ今後ともパズドラをしばらく続けていかれるようであれば、このコラボ武器目当てで取るがいいかなと思います。まあもちろん好きなね、あの推しのキャラクターがいる人、例えばまあロイド&フィオナが好きだとかね、まあそういう人はもうそれ取っちゃったらいいと思うんですけども、この3体に共通というか、まあロイド&フィオナはまた別なんですけど、武器がいいなっていう、今後とも武器は使いそうだなっていうキャラクターがいますので、まあそこがちょっと評価ポイントとしてはだいぶ大きく関わってくるかなと思いました。はい、ということでですね、まず一番優先からもう発表していきますね。やっぱりこれです。アーニャ&ボンドの武器です。はい、あのアーニャ&ボンド本体に関しましてはね、アーニャ、ロイド、ヨル、この組み合わせを買ったっていう方に関して、組み合わせってあのね、あのアンド系のやつね、アーニャ&ロイド&ヨルさんをこれを買いましたよみたいな人はサブに1枚かませてあげると、このリーダーフレコレのサブのアーニャ&ボンドでドロリフするので、3体並べなくても毎回火と光と闇と回復の陣がループするよみたいな、まあそういうこともできるようになってるので、まあそれの使い方もありだと思うんですよね、本体ね。あのただ武器がですね、これね本当に今後どうなるかにもよるんですけど、代用がね聞きづらくなるんじゃない、もう聞かないまで言ってもいいかもしれない。あの HP とかはまあいいとして、6ターンで打てる4ターンヘイストっていうのがね、さすがのさすがに、いやー今後出ますこれみたいな、4ヘイストが出るかが怪しいよね。多分2とか3とかは出るんじゃないって思うんですよ。消滅するけどスキルターン短いよみたいな、4をいきなり出してきたっていうのがちょっと怖いよねっていうね。2ヘイストだったら、ああまあまあ出るでしょうみたいな感じなんだけど、4ターンヘイストってなかなか出ないと思ってて、そういうところを踏まえて、まあ一体はこれ持っておかんと、今後パズドラを続けて周回とかされるってなると、ちょっと困る。なかったら困るっていう可能性を一番やっぱ感じるキャラではありますね。はい、まあそんな感じですねっていうところなので、アーニャのボンドもちろん本体でも使えるんですけど、ドロリフとかとしてね、はい、使えたりもするんですけど、やっぱり武器性能がかなり強いかなと思いますね。まあリーダースキルもあんまり強いリーダーいないよっていう、パズドラ最近始めましたみたいな人にとってはね、10コンボ以上すれば28倍の3色でダメージ激減して参加さんで、まあ無難に使いやすいものを持ってるかなと思いますので、まあリーダーとして使うのも良しだと思います。はい、以上ですね。続いて2番目の優先キャラクターがこちら、ヨル&ユーリですね。本体性能の特徴としては強い点はスキブ6の1ターンスキル持ちですね。はい、これ現状パズドラ界隈2体目となります。他のもう1体もですね同じ属性なんですよ。名前がディーナですね。はい、武器になっちゃってますけどね。一応このディーナ、バレンタインディーナがですね、スキブ6の1ターンスキルになってました。これ初登場で、まあ、ごく稀にこれじゃないとまずいっていうことが起こります。はい、ごく稀にです。現状僕の記憶の中だと1回だけありました。はい、まあ他にももちろん編成あると思うんですけども、僕の中ではまあ1回だけスキブ6の1ターンスキルがないと、まあちょっといい編成組めなかったなっていうのはあったかなっていうところですけど、まあ基本、必須クラスでもないかなみたいな、まあなんとかなるよねみたいな感じですかね。まあ周回なんでね、主にね、攻略というよりは周回方面でそれが役に立ったよというお話になってきますので、まああると、まあ活躍する場面はあってもおかしくはないかなっていう感じですね。ディーナ持ってない方とかはそういう方面で結構ガチな方ね、それはね、スキブ6のスキル一旦キャラが欲しいっていうのは結構ガチな課題になってくるかもしれないですけどね。まあ毎ターン自称できますよ、ルーレット毎回作りますよがどこまで輝くかはちょっと今後の環境次第なんじゃないかなと思いますね。復帰力が高い、 HP50% 以下の火力を出したいっていう、50倍か強化で火力を出すよっていうところには輝ける可能性はもちろん秘めてるかなとか思ったりもしますねというところですね。あとはまあオールマイトみたいな、HP20% 以下でのみスキルが発動しますよみたいなキャラクターには相性がいいかもしれないですけども、本体で使うかはちょっとまあ今後次第かなっていう。これも結局
まあ、武器ですね。これもね、攻略方面では結構強いかなというところですね。やっぱスキブの3色チーム HP 持って、まあ、指もあってですね、で2ヘイストダメージ吸収無効と無効貫通をやってくれるっていうね、まあ、最近の高難易度とか特に攻略される方にとっては初手で吸収ダメージ吸収が来たりとかダメージ無効を張ってきたりとか結構あったりするので、まあそういうところに打つ分にもかなり強いかなと思います。覚醒とかヘイストとかで言うとルフィ麦わら帽子、この辺がやっぱ似たような性能にはなってくるかなとは思いますけども、まあスキル効果がね全然違ったりもするし、まあ指1秒分漏れるっていうのも結構でかかったりするので、まあ武器はね今後の攻略最前線攻略とかでも全然使われる可能性があるんじゃないかなと思いますので、まあその辺目当てで欲しい方は取ってあげるっていうのは全然ありなんじゃないかなとは思いました。はい、まあそんなところですね。で、最後がロイド&フィオナ。ロイド&フィオナはまあ本体かな、これに関しては結構本体いいかなとは思ってますね。3色で本人はまあ火力を出しつつですね、まあ、T 字消しも持っておりスキブロックとかにすることもできると。木枠埋めれるのはねたまに編成多色としてはありがたいんですよね。で3段スキルがね無効貫通なのでこれは強いかなと思いますね。自身超暗闇盤面のドロップを3個作りますけど、まあ言うほどのデメリットにはならないかなと思っておりますね。でコンボ加算もしながら無効貫通してくれるというところでですね、まあこれは無駄に無効貫通枠としては強いかなと思います。まあロイヤルノーチアスとかも相性いいんじゃないでしょうか。うん、L 字も持ってるしっていうところ、3色で火力も出せるしっていうところですね。リーダースキルは操作時間15秒固定、4色以上でダメージを激減し攻撃が28倍の3加算ですね。はい、まあ普通に戦えるスペックはもらってますけど欠損したら死ぬので、まあ何かしらルーレットとかは欲しくなるんじゃないかなとは思いましたというところですね。まあ無効貫通枠のサブポジションに入ってこれるようなキャラクターになってくれてるかなというところになっておりますので、まあその辺キャラクター無効貫通のキャラ全然いないなって方はね、ぜひ取ってあげたらいいんじゃないかなとは思いましたね。はい、で武器アシスト進化は攻撃タイプ用の7強2つで火力を4倍盛りつつの15ターンで打てる4ターン遅延で、あとは4ターンの間四隅にルーレットを生成して操作時間も上げるというところで、まあ火力武器ですね、遅延が行える火力武器っていうところで、まあ別に全然強い方だとは思いますけどね、火力を雑に盛りたいなみたいな、で遅延できたらなおさらいいよねっていう時にはいいので、まあ全然攻略としても使えるスペックがもらえてるのかなという感じになりますけども、まあ最悪スルーできるかなみたいな、まあなんとかなるかなみたいな感じには思えましたっていうところでですね。はい、そんなところですね。というところで、まあやっぱりね、なんともならないんですよ。このアーニャ&ボンドって、なかったらいざ使うときにめちゃめちゃ困ると思うので、まあ、それを踏まえるとやっぱり一番持っておきたいよねっていうお話でした。で、あとはまあ言ったようにアシスト進化ですね。まあこれに関しては、まあこれはね、なんとかなるかなって思ってます。これも。あったら便利だよねっていう感じ。他はね、あったら便利だよねだと思いますね。ロイド&フィオナもまあ無効貫通枠としていいかもしれないし、まあ武器もね、遅延武器として、ちょっと火力盛りたいなって時にあったら便利かなとか思ったりしますけど、ないと困るよねがアーニャ&ボンドなので、一番優先度としてはやっぱり高いかな。1位ドーンでそこ2位3位みたいな感じかなって思いましたね。はい、そんなところですね。特に力入れてる方とかはやっぱアーニャ&ボンドとかボンドとかは欲しいかなと思いますので、交換はこれはねマジで取った方がいいと思う。パズドラにある程度力を入れてる方は本当に取った方がいいと思いますので、まあ交換の玉がね、コラボキャラクターと、あと、神義龍入ってるんだったっけ？神義龍が、あ、ちょっと入ってる。ダイヤが入ってますねぐらいなものかなっていうとこですか？はい。まあそんな感じですけどね。まあ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 、コラボ内のキャラクターとかも出せるんで、ある程度ガチャを引いたよって方でね、あーニャンドボンド全然出んかったわって人はですね、ちょっと交換はね、検討した方がいいかも。もうスパイファミリー終わったらパズドラやめまーすみたいな、そんなモチベの人は、まあ別に取らんでもいいかなって思いますけど、まあこれからもちょっとパズドラやってみようかなみたいな感じに思われた方は、ちょっと交換検討していただければなとは思います。はい、ということでですね、今回ちょっと3体なんで、ね、短い動画になってますけども、スパイファミリーの交換所優先度順位の解説をさせていただきました。少しでもね参考になりましたら高評価やチャンネル登録だったらよろしくお願いします。また交換所のキャラクターはいつ買い方がね、ま、武器として多分紹介するはね地味なんで、動画としてなんかいい使い方があればね紹介して動画で発表、動画で見せれたらいいかなと思いますので、まあその辺はまあ期待せずに待ってください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。